ステラは1990年にアメリカ合衆国で公開されたドラマ映画、オリーブ・ヒギンズ・プローティの1923年の小説、ステラ・ダラスの3度目の映画化作品。酒場で女バーテンダーとして働くステラは、富も教養も持ってないが、それでもプライドを持って力強く生きていた。そんなある日、医者の卵であるスティーブンが彼女に一目惚れし、 価値観の違う二人は付き合うようになる。ところが、住む世界が違う二人の間には、次第に溝が生まれていき、しかもステラは妊娠していることが発覚する。この知らせを聞いて、ステラにプロポーズをするスティーブンだったが、彼女は自分は一人でも生きていけるとこれを拒否するのだった。そして月日は流れ、ステラは娘のジェニーと二人で幸せに暮らしていた。しかし、 年頃になったジェニーは、チンピラ風の男ジムと付き合うなど、次第に母であるステラと衝突するようになってしまう。そんな中、ジェニーは、スティーブンの婚約者で、貧しい、でながら、雑誌編集者として成功した女性ジャニスと出会い、彼女に憧れを抱くようになる。また、ジェニーが、両家の子息であるパッドと互いに惹かれ合うようになると、ステラはジェニーにとって、 自分のような無学で品のない母親の存在が、障害でしかないことに気づかされる。そして、ステラは、ジェニーの将来のために、ジェニーをスティーブンとジャニスに託すことにする。ジェニーはステラが、自分のために身を引こうとしていることに気づくが、ステラは、ジェニーのために心を鬼にし、昔馴染みの男友達で、ジェニーが嫌っている、飲んだ暮れのエドと結婚するので、 ジェニーの存在が邪魔だと嘘をつく。泣きながら、スティーブンの元に向かうジェニーを見送ったステラはその場で、泣き崩れる。それから、月日が経ち、ジェニーはパッドとの結婚式を迎えるが、ステラの行方はわからなくなっていた。ステラに会いたいと願うジェニーを、スティーブンは慰める。結婚式が始まると、式場の外に、ステラがそっと姿を現し、雨の中、窓の外から、 万感の思いで、ジェニーの誓いのキスを見守る。ステラは涙ぐみながらも幸せな気持ちでその場を後にする。ありがとうございます。